ここは何なんですか。ここは水路ですね。この水路。これはあの釣りをやるために作ってあるんですか。はあ、これ無料なんですか。ちょっとあの木危ないですよ。木？危ないですか。知ってますね。知ってます。そうだよ、ね。あそこにあの外来魚を入れるところが。あ、本当だ本当だ。外来魚駆除ボックスがありますね。あの木やばいっすね。持ってると痩せてるじゃないですか。もう落ちますねあれ。あ、じゃここにいるんですね。はい、中は入ってますね。ほとんど春のメジャーポイントで、はあ、産卵のマスが中に入ってきて、はあ、浅いんです、はい、でちょうど桟橋の先ぐらいからちょっと掘れてて深くなってて、はい、全体的に浅場なんでここ入って、はあ、中で産卵して、はあ、また出ていく。じゃあここじゃでかいのが釣れる。春はここでやっぱ3キロ超えるのが通ってますね。3キロ。いやここなんか超釣りやすいなこれ。浅いですよ。浅いんですか。はい、だから釣り盛り感覚でちょっと、まあ、はい、秋のまあポイントじゃないんですけども、はい、一応琵琶湖のドメジャーポイントなんで。あ、ここですか。午後、それからあの向こう側に水路いくつかあるんですけど、はい、3号水路、1号水路、はい、そこの外向きとかも、はい、でかいの入ってる。入ってる、はい、本当ですか。マジですか。それじゃあ、あれですよ、